つくい狂難病 ALS、声優井強、つくい狂声を失いました。一時意識不明、呼吸停止も乗り越え、重い。筋萎縮性即作効果症、ALS を公表している声優、つくい狂が17日、自身のブログを更新。現状を明かすとともに、気管切開の手術を受けて、声を失いました、と明かした。 この日、所属事務所の81プロデュースが書面を通じて、救い強制は、かねてより闘病中の筋萎縮性即作効果症、ALS の症状が進行し、昨年末に気管切開の手術を行うと同時に人工呼吸器を装着いたしました。と報告。幸いにも、年明け早々に退院をすることができて現在は自宅での生活に戻っております。と伝えた。 私のチャンネルを共有して購読するように。